天然ガスパイプラインとは、天然ガスを移送するために、地上や水底面、水底面下に設置された管を連続的に接合したパイプライン輸送を支える設備、システムである。単に、ガスパイプラインとも呼ばれる。連接されたパイプの他にポンプステーションや、緊急遮断弁、検査、清掃用のピグステーション、集中管理センターによって構成される。 スイスのデューベンドルーフ近郊にある天然ガスパイプラインのピグステーションピグはパイプライン内部に挿入されて検査や付着物等を書き落とすことで掃除するための道具であるガスパイプラインの管には高強度耐腐食性の交換が使用される技術的に最も考慮される点は腐食でありまた寒冷地に付設されたものは 管内部の水分が凍結によって閉塞する事態も大問題となる。腐食を防ぐ防食技術には外部電源からの防食電流を不要性の埋設電極と交換との間に常時流す外部電源法とアルミニウムや亜鉛のような溶化傾向の高い金属電極を犠牲として埋設して交換との間を電線で接続して防食電流を常時流す。 流電用局法がある。外部電源法は、設備が必要になるが、最適な電圧、電流に調整できるので、長距離パイプラインに向いている。凍結対策としては、管内部に水が侵入しないようにパイプラインに流すガス、そのものから、あらかじめ水分を抜いておくことが求められる。 不設が決まれば、予定される供給予測量から、管の口業と最高使用圧力が決まり、通過経路と付帯設備が決められる。さらに、内圧、度圧、温度変化による耐久度の変化や劣化と膨張、収縮、土地の起伏や交換にかかる荷重、地震リスクなどの影響も考慮して、管の材質と肉圧が決定される。交換は、ポリエチレンコーティングされ、 電気防食によって腐食から守られる。付帯設備にはポンプステーションや緊急遮断弁、センサー、集中管理センターなどが含まれる。経路決定時には環境への配慮も求められる。付設工事が行われると交換同士が溶接された部分は被破壊検査によって厳重に確認され、また、タン部を塞いで水を満たし加圧する耐圧検査や不活性ガス。 または空気を加圧する機密検査が実施される。街の地下に埋設されるものは関係各所に詳細に通知されて他の地下工事により誤って傷つけられることがないように配慮される。運用開始後はガスの流量と圧力が要所に設けられたセンサーによって遠隔測定されて集中管理センターで常時監視される。事故や災害の発生時には 区間ごとの緊急遮断弁が遠隔操作によって閉鎖され、被害の拡大が抑制される。地上では随時パトロールによって安全が確認され、深い海底に付設されたものは、無人潜水艇で遠隔目視検査や防食電位測定が行われる。2008年現在、交換の最大直径は56インチのものがある。歓迎地でも永久等土層に設置される場合は、 石油パイプラインと同様にガスパイプラインの支持機外が下記に誘拐して接続された交換が変形、損傷しないようにヒートパイプによって空中に放熱するよう作られるものもある。世界最長のものはガスプロム社によるロシアとウクライナを結ぶプログレスが約 4600km であり、輸送能力が 最大のものはウクライナからドイツまでの約4 3 0 0トルを結ぶトランズガス I4 が750億立方メートル年である。ロシアウクライナガス紛争のきっかけとなった。ガスパイプラインは世界的に見れば北米大陸と欧州で発達しており、その他に東南アジアと南米でも存在する。エネルギー消費の大きな日本ではあまり発達はしていないが、 中国国内では日本より一桁大きな 26,344km ものガスパイプラインを有しており、ロシアのサハリンアバイカルコ西で産出される天然ガスがロシア国内向けだけでなく中国へも輸出できるように新たなガスパイプラインが計画されている。e n リストオブナチュラルガスパイプラインズも参照日本の天然ガスパイプライン。 日本国内のガスパイプラインは2006年8月末で、総延長 2675.5km、計画中が 275km とされる。1、2。日本では、新潟県の南長岡ガス田などで産出する、天然ガスを首都圏へ輸送する、主に国際石油開発、定石、石油資源開発が運営するラインが最大であり、途中の分岐から、 宇都宮市、長野県松本市、静岡県富士市、静岡市などへも供給されている。北海道には石油資源開発の苫小牧有復ガス田で産出する天然ガスを需要者である北海道ガスへ届けるために同欧の太平洋から日本海へと南北に結んで札幌市、石狩市、小樽市へ輸送する北海道天然ガスパイプラインがある。秋田県には 石油資源開発の揺り原油ガス田と秋田市を結ぶものがある。千葉県には国際石油開発、定石のナルトガス電など、南関東ガス電の水溶性ガスを供給源とするものがある。東京ガスも首都圏を中心に 950km の高圧パイプラインも持ち、袖ヶ浦、扇島、根岸、日立にある LNG 受入れ基地から再ガス化した。 天然ガスを主要都市に対して供給している。日本国内のパイプラインは供給源として海外で生産された液化天然ガスを受け入れている。東北電力石油資源開発主導の東北天然ガスパイプラインは日本海側の新型東港の受け入れ基地で帰化させて太平洋側の宮城県まで輸送し途中の分岐から山形市 福島県郡山市などへも供給されている。関西県では大阪ガス、九州北部では西部ガスなど大都市圏を需要地とするガス事業者がそれぞれの地域発電会社と提携してパイプラインを運営している。中部県では東方ガスが中部電力と提携し伊勢湾を横断する伊勢湾横断ガスパイプラインを2013年に完成させた。また、 国際石油開発定石も天然ガス需要の高まりを受け海外で生産された天然ガスの受け入れ基地として名オエツ LNG 基地を稼働。季節の新大見ラインを延長する形で富山ラインを付設し2016年より日本海ガスや沿線需要界への供給を開始した。2009年にロシアサハリンにガス電産液化天然ガスの受け入れが開始されたが サハリン1ガス電と合わせて、サハリンプロジェクト3天然ガスについては液化せず、そのままパイプラインにより直接に北海道、または朝鮮半島経由で輸入する国際パイプライン構想がある。CIA、ワールドファクトブックによれば、2008年では 3862km とされる。天然ガス工業会、パイプラインによれば、国内ガス電を供給源とするものでは、 2007年8月末で、総延長 2903.4km、計画中が 123km とされる。ABC 藤田和夫他監修、佐々木のりょう他編長、天然ガスの本日刊工業新聞2008年3月25日。 初版一冊発行 ISBN9 兆7845億2606万 243AB 国際石油開発定石パイプラインマップ ABCD 石油資源開発パイプライン北海道ガス輸出札,札幌間天然ガスパイプライン路線図日本海 LNG 新型基地の設備東北天然ガスパイプライン中部電力 伊勢湾横断ガスパイプライン共同付設工事の完了について2013年9月20日、富山長さ103キロ天然ガス輸送用パイプライン稼働。朝日新聞。2020年12月2日閲覧。国際石油開発定石。富山ラインの完成によるインペックスのパイプラインネットワークのさらなる拡充。日本パイプライン株式会社北海道大学スラブ研究センター。 サハリン大陸砲における石油、天然ガスの開発と環境、ハット YouTube 世界の衝撃映像集、イランとトルコを結ぶガスパイプラインで爆発、破壊行為の可能性ロシアから、バルカン向けのガスパイプライン、モルドバで爆発ロシアモスクワで10日、未明、天然ガスのパイプラインが爆発米パイプライン、爆発、クレーター。ありがとうございます。